ルイス・アイアンソン役を演じます長村幸喜です。本だけ読んでるとすっげーひでえなっていう行動とか言動ばかり繰り返していくんですけれども、でもなんかその失敗も恐れずにどんどん進んでいくところはなんか共感というかある意味可愛いなって思える部分もあったりして、その嫌なだけなやつじゃなくてなんかちょっと愛すべき大バカ者というか好きなポイントになってるかもしれないですね。一人で読んできたものがこう皆さんとの声とか合わせてやってみると新しい発見がバンバン毎日あって、あ、じゃあ自分もこう変えてみようとか、なんか今一番バタバタしてるかもしれない。でも楽しく過ごして